庵野隆弘の妻でございます。無所属、しがらみ一切なしの出馬でございます。仕上げにお越しの皆様、大きな音で失礼いたします。ただいまより東京都知事候補庵野隆弘の演説会を始めます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。私、庵野隆弘の妻でございます。この庵野隆弘33歳、東京のため、東京の明日のために立ち上がりました。無所属、しがらみ一切なしの出馬でございます。皆様お一人お一人の力が大事です。ぜひとも応援よろしくお願いいたします。今東京に危機が訪れています。国の政局が東京都に持ち込まれようとしています。しかし庵野隆弘は違います。政局より政策を、そしてその先の未来を、未来の東京を皆さんと一緒に作りたい、その思いで、その一心で立ち上がりました。しがらみが一切ないと申し上げました。庵野隆弘が見ているのは、ただただ皆さんに安心して暮らしていただきたい、都民の皆さんに明日が楽しみになってほしい、そのような思いでございます。ぜひとも応援よろしくお願いいたします。そして庵野隆弘には具体的な政策があります。マニフェスト96ページです。この分厚いマニフェストを作るためにチーム庵野が立ち上がりました。今の東京に何が足りないのか、そしてどうしたら具体的に東京が良くなるのか、 日に日にアップデートしているマニフェストです。ぜひとも皆様ご興味を持っていただけたら幸いです。それではこれから庵野隆弘の演説をさせていただきます。ご清聴いただきましたら幸いです。よろしくお願いいたします。押し上げの皆様、東京の明るい未来が見えますか？オリンピックが終わった今、東京の未来のビジョン、これが空白になってしまっている、そうは感じませんか？それなのに他の候補者は政局の話ばかりで、具体的な政策の話も、さらにその先の未来のビジョンの話も一切ない、そうは思えないですか？もし少しでも少しでも私の話に共感いただいた方、ぜひ、ぜひ聞いてください。